先生、はい、車でここ来たんですけど、ここも兵庫区なんですね。兵庫です。これマクドナルド、あの七宮店ですね。あ、七宮店、七宮の交差点になります。なるほど。マクドナルド、この後ろが2号線で阪神高速があって、はい、今から行くのがこの南側なんですよ。何がに何があるんですか。春屋五平さんっていう江戸時代からある海鮮丼屋さんで。なるほど。今日まあその会社のほうなんていうんですかね、なんか お祭りみたいなのがあるというやってます。先生、この公園の名前ってわかるんですか。本町公園。本町公園、はい、この右側なんですか。このこれね、あの岡方クラブ。ほう。明治時代に、はい、この辺の、まあ、商売人さんたちがお金出し合ってた社交場というか、昔でいうサロン。ああ、はい、なんかめちゃくちゃなんか歴史がある感じしますよね。市文書館っていう、はい、あの市の建物が隣 の、 あのスペースに立つことなんです。あ、なるほど。これは残るんですよね。残ります。はいはい、よかった。保存活用という形で、なるほど、地域の財産にしていこうという話が今ちょうど進んでます。先生、これですね、おっしゃってた京和商事、はい、今やってるんですかね。やってますね。昼時なんで人が少ない、はい、なるほど。こんにちは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 。社長、今日は取材が初めまして、YouTube です。あ、クラブさんまた来られる。いいじゃん。うん、松江の方がまだ生きていらっしゃる。すごいな。六代松江。了解です。ちょっとじゃあさっきやっていきますか。そうですね。はい。じゃあ兵庫の人の話はまた後で。あ、これですね。開催、春五市。6月18日土曜日でございます。こんにちは。お邪魔させてもらっていいですか。ありがとうございます。こういうお祭りがあるのは存じ上げませんでした。タルゴイチっていうお祭り、これお祭りっていう表現でいいんですかね。そうですね、2ヶ月に1回。次はもう決まってるんですか。次はね、現状の秋口に開催です。あ、8月ではなくて秋ぐらいになる、はい、なるほど。これ何売ってるんですか。中入っちゃっていいですか。いろいろ取ってもいいですか。中も、はい、どうぞ。お邪魔します。お邪魔します。ありがとうございます。僕が好きなのは、はいはい、銀だら。銀だら。銀だらがむちゃくちゃ美味しくて。うまい。これがね、これが妻に買うて帰ったら大喜びで。これ美味しいんですよ、これ。めちゃくちゃ美味しい。紅鮭もあるじゃないですか。ねえ。鮭も、じゃあ鮭も。鮭もです。鮭もおすすめです。おかきも売ってらっしゃるんですね。サービスエリアで、サービスエリアで置いてるもん。なるほど。この辺で。全然存じ上げませんでした。ありがとうございます。買うんですか。マジですか。これ量が半端ないですね。量がちょっとね、すごい。ね、ちょっとね。開けましょうか。あとでね。あ、これ、何が違うの。北海道産がやっぱり。こっち白鮭ですけどね。あ、はい、こっちはもうちょっと塩を振ってるだけやから、だらだったら足してもらったら、はい、ちょっと薄塩でつけてますけど、はい。こういう直売のイベントは、はい、さっきもお聞きした2ヶ月に1回ぐらい で、 で今回6月の今日18日、はい、秋口まで、ちょっと夏は、それってやる開催日ってどっかで発表されるんですか。ホームページかなんかで。してます、してます。あ、はい、承知しました。ぜひ概要欄に書いておきますんで。SNS でも。あ、そうですか。はい、ぜひあの神戸市議会議員の村上先生の公式ツイッターもご覧ください。これも冷凍行けます、行けます、はい。すごいですね、こんなん本当にほんまに知りませんでした。こんなんやってんのめちゃくちゃ勉強になります。この上が会社なんですかね。ここ階段ありますもんね。はいはい、はいはい、こっちのお店、あの隣のお店はあそこでも食べれるんですか。いや、これはもう販売だけ。販売だけ。だからうちとしたら百貨店で円館、はい、それとつくだ煮、うんうんうん、それとサービスエリアのお土産。なるほど。これぐらいあるから、なんかいろんなのが出てまうで、ここが会社で、その会社の直売はさっきもお伺いしたように、とにかく年に数回。だけいいですね、こういうの。その隣のつくだ煮は年中。なるほど。買ってるけどっていう
い、承知しました。きっとお隣はお休みの日はあるんですか、定休日みたいなの。日曜日。あ、日曜日はお休みで、承知しました。しかもなんか福引き抽選会もありますよ。そうなんですね。ええもん当たるか、ええもん当たるかどうかはちょっと今からですね。結構当たる。マジですか。さあ何が当たるかな。当たりますように。買ったもんよりええもんが当たる。ほんまやね。ハラハラドキドキ。なんか期末試験前でクラブ部活休みなんですよ。勉強しないんですけど。部活は行ってみたらもう白。ああ、ダブル白。でもね、白でももらえるんです。そうね、小袋せんべいいただいたね。僕説明しましょうか。樽屋五兵衛。タルヤ五兵衛、うん、五兵衛じゃなくて五兵衛。お邪魔します、こんにちは。あ、綺麗なお店ですね。こんな感じで、ここはいつでも空いてらっしゃる。お休みの日以外はなんか 日曜日が先ほどお聞きした定休日で、何時から何時なんですか、営業時間は。10時から5時やね。10時5時、ね、10時5時。これそれ以外はずっと売ってらっしゃるということなんですね。そうそう、さっきおっしゃったあの淡路の、うん、サービスエリアで、ここと、それと百貨店。あ、で、百貨店は円環売り場、はいはい、鮭屋、はいはい、それとこの佃煮売ってる店とか、うん、なるほど。百貨店でも 2面展開やってるとか。あ、百貨店って例えば神戸阪急とか、この辺で言うたら芦屋大丸、神戸大丸、島大丸。なるほど、大きいとこばっかりじゃないですか。山陽百貨店と高知大丸。なるほど、姫路も売ってるんですか。じゃあ山陽百貨店ですね。大丸あれでしたね、多分一番古い。そうやね、今あると一番古い。なるほど。昔から言うたら、昔は八尾市の肉屋さんとか、はい、下村アナゴさんがあったけど、八尾さんが亡くなったから、下村アナゴさんとうちぐらいが一番古い。今に入れてるところではもう1位に終わるぐらい、老舗なんですね、そういう意味ではね。いや、こういうとこがあるのもすいません、正直存じ上げなくて。もう知る人ぞ知る。いや、美味しく安いねえ。で、さっきの樽五一みたいな、まあね、あんなこうマニアックなとかいいじゃないですか、ああいうね、直売。あの直売は当然その百貨店とかで買うよりも安い。そうそうよね、まあ、ね、消費税よりもちょっと安くなる。なるほど。ここは本当にこう地域の活性化にもすごい力を入れる会社さんで、それこそ餅つきなんかもね、毎年。マジですか。餅つきも。もう誰でも来てくださいって餅つき。最近は2年ぐらいしてないのね。それはお正月ですか、餅つき。正月明けやね。なるほど。うん、まあ、来年ぐらいやったらできるかもしれないって感じですね。承知しました。ありがとうございます。またその時に連絡ぜひぜひ。本気で来ますよ。本気で来ます。原田信郎さんが来てる。あ、そうでしたね。あれ、ね、あれ何時、タルゴイチか、前回のタルゴイチの。そうそう、前回のタルゴイチの時です。猫にゃんにゃんにゃん。そんな芸一個もないですけどね、ど素人なんで。ありがとうございます。ちなみにね、高田社長、はい、あの兵庫の津ってね、あの最近兵庫県、あれ兵庫県の予算で作ったんでしたっけ。はい、そうね、津ミュージアムできたじゃないですか。あそこもやっぱ行かれたんですか。もちろん行ったところか。はあ、この地域の団体が、はいはい、一生懸命運動して、なるほど、食べ物ができることになりましたから。そうか、ほっといてできるわけないですもんね。その発起人みたいな感じ。発起人というかもう、いや、あのエンジンです。エンジン。いや、本当そうなんですよ。ただそのパワーがこうあって、皆さん、ね、もちろん熱意が皆さんある、はいはい、パワーで押される形で、なるほど、どんどんどん活動がね、これこっちの地図はそっち向いてるから。まあこうなんですけどね。はい、まあ、それこそあの宿場町の当時の繁栄っていうのを大きい、4メーター、4メーターでしたっけ、長官図。ああ、長官図。青山大輔さん。ああ、青山さんですよね。はいはい。作り張っても完成してる。なるほど。それはどっかでも展示されてる。秋にできる兵庫の津ミュージアムの、兵庫始まり館のエントランスの一番入り口のところに、なるほど、ドカーンと巨大なのが設置されます。まあ、ちょっとはその当時の繁栄というか、はいはい、幕末のね感じがそれで見ていただけるかなと。長官前市の青山大輔さんですよね。はい、私あの北進急行の時に北進急行の谷上車庫の長官図書いてもらったんですよ。でポストカードにして販売したんですよ。そうですね、日は高田さんもその現地に行くんでしょうね。もちろん、あのね、もちろん、もちろん、分かりやすいったら劇場型博物館。 おそらく日本の中にこんなんなかったよ、劇場型博物館。先生、はい、楽しかったですね。ねえ、なんか皆さん、樽五一、樽五一
単に海鮮が安いだけじゃなくて、はい、面白いですね高田さんのお話。そうそう、だからもう地域のこのね社交場になってるというか、ね、いやー、ね、素晴らしかったです、はいはい、また行きましょう。はい、ぜひお願いします。